TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE、クリス・ペプラーです。ただいま2021年9月26日、時刻は5時21分。まさかの自宅からの生放送を終えたばかりです。なぜ、自宅から生放送しているかというと、今私軟禁状態で自主隔離中なんですよね。ご存知の方も、今月の初め9月4日に僕の母が、亡くなりまして、それで、アメリカの方に、葬儀で母の遺灰を、日本に持ち帰ってきたんですけれども、ご存知のように今、コロナ禍で渡航すると、日本に戻ってきて14日間の自主隔離期間というのがあるんですけども、私はその自主隔離を、自宅で、過ごしておりまして、今週と、来週は、自宅から、TOKYO HOT 100放送させていただきます。でもやっぱりコロナ禍での渡航というのは、母の死という非常に悲しい旅だったんですけれども、やっぱりコロナ禍ということでよりきつい旅になりましたね。本当にやっぱり海外行くのは大変で、僕はワクチン2回打っていますけれども、当然渡航前に PCR 検査やりまして陰性で、で US 入って、アメリカはねそんなに問題はなかったんですけども、帰るのがすごい大変で、帰る際、日本で入国する、また再入国するときに PCR の陰性証明書必要なんですけれども、この陰性証明書というのが厚生労働省が発行しているというか出しているフォームがあるんですね。その用紙がありまして、それに、向こうの、いわゆる PCR テストを、行った人、担当した人がいろいろ厚生労働省のオフィシャルの公式の、その用紙にいろいろ記入しないといけないんですけれども、ちょっとこう分かりにくい用紙なので、記入する人が、PCR テストをやってくれたお医者さんなんですけれども、ちょっと記入ミスがありまして、飛行場に、行きまして、いよいよ搭乗しようという時に、これじゃダメだと、言われまして、また PCR を取りに行けと。で、近くに PCR 検査、24時間 PCR テストができるところがあるので、そこに、行きまして、弟と一緒にアメリカは行ったんですけれども、時間がちょっとかかると。で、フライト間に合わないということで、その翌朝、PCR テストは結果はすぐ出たんですけれども、また一泊しなくちゃいけなかったので、飛行場の近くのホテルで、一泊しまして、で、日本に戻ってきたんですけれども、日本に入ってきて結構これは大変ですね。いろいろまた日本に入ってきて、また PCR やらなくちゃいけなかったんで、なんと僕はこの3週間で4回 PCR テストを、受けたわけなんですけれども、陰性ということで、当然陰性だったので、釈放されまして、釈放じゃないな、それで陰性が出たということなので、帰れたんですけれども、このアプリをダウンロードして、常にそのアプリで、自分の居場所というのを、これランダムに抜き打ちでいろいろいるかどうかっていうのが出てくるので、そのアプリでまた自分がいるよという、またいろいろ操作がありまして、自分の居場所を自宅にいるということを確認し、あとはビデオコールがありまして、自分の自宅で、決められたエリアに行きまして、それで30秒ぐらいその自分のビデオを映し、ちゃんと家にいるということを確認しないといけないという、結構大変なので、やはり今渡航するのは本当にやむを得ない限りはちょっとおすすめできないかな。結構大変ですので、皆さんも本当に海外行く場合は、需要じゃなければちょっと海外旅行行ってみようかなと思う方は、本当に戻ってきて2週間家にいないとちょっとまずいのかなという感じがいたしますので、そのあたり皆さん注意してください。それでは帰国後、自宅からの TOKYO HOT 100生放送、レギュラーチャートトップ5をチェックしましょう。5位はエド・シーラン、シバーズ。来月リリースのニューアルバムを前に、先行シングルが先週27位からトップ5入り。4位は藤井風、燃えよ。オーエア抜群で先週トップ目前の2位まで行きましたが、今週は痛恨の2ポイントダウン。3位はアンデルソン・パーク、Fire in the Sky。映画シャンチー、テンリングスの伝説のサントラからの一曲です。
オンエア好調で先週16位から一気にトップ3入り。2位はアズロ・エブラヒム、 Baby Don't Let Me Go。 インドネシアのニューアーティスト、オスロ・イブラヒム。好調なオンエアに加え、ボートも稼いで先週3位からじりっとワンポイントアップ、トップ目前です。では最新の TOKIO HOT 100、 100曲チャートの一番てっぺんは、今週も王者は桑田佳祐。オーヤーとボート、さらに最新 EP のセールスポイントも引き続き稼ぎ、見事2連覇達成です。まさに100曲チャートに桑田さんがコブラツイストを決めています。最新ナンバーワン、桑田佳祐、ソウルコブラツイスト、魂の悶絶。はい、ということで、来週の TOKIO HOT 100、 10月3日、なんと番組33周年、感謝でございます。100曲カウントダウンに加え、ゲストはインドネシアからオスロ・イブラヒム、持ち込みレコメンはサラーム・中見さん、また自宅からリモートでお届けいたしますので、ぜひ J-WAVE Podcasting TOKIO HOT 100。